私を含め、ついに38年ぶりの日本一を決めた阪神ファンの皆様、日本一おめでとうございます。近年の阪神のドラフトは大当たりの連続で、ドラフト戦略がうまくいくと優勝につながることが改めて実感できましたね。近本、中野、森下、大山、佐藤、坂本誠志郎、木浪、村上頌樹。ドラフト戦略がことごとく当たり、主力に成長しています。そんな阪神の今年のドラフト戦略はどうだったでしょうか。検証していきたいと思います。ドラフト1位、下村海斗。2002年3月27日生まれ、来年22歳。甲子園がある兵庫県西宮市出身の右投げ右打ちの投手。高校は九州国際大学附属高校に進学。2年生の春からエースナンバーを背負い、最速149キロの直球を武器に、春の九州大会では18期ぶりにチームを優勝へと導いています。高校在籍中の甲子園出場はなく、高校卒業後は青山学院大学に進学します。1年秋に先発登板を果たしますが、高校時代に肘を負傷していたために思った投球ができず、同年冬にクリーニング手術を受けることを決心。しかし、リハビリ期間中にウェイトトレーニングを行ったことで、球速やコントロールが向上。長いリハビリ期間を経て、4年生春に復帰すると、広島から1位指名を受けた常広と共に2枚看板を形成。1部リーグ通算で110回3分の1を投げ、7勝3敗、防御率 1.47、与四球率 2.69、奪三振率 7.50 の好成績を残し、阪神がドラフト1位で一本釣り、交渉権を獲得しました。主な球種は、カーブ、スライダー、フォーク、カットボール、そして大学時代に成長した最速155キロのストレートです。ストレートは常時140キロ後半、最大の武器であるカットボールで三振をある程度奪いつつ、フォアボールも多く出さず安定した試合を作ることができる投手です。今回のドラフトで競合となった常広との違いとして制球力が挙げられます。常広は与四球率 3.58 の成績となっており、数値上下村より悪いですが、180センチの長身で線が細く、まだまだ球速が上がりそうとのスカウトの評価も見られ、将来的に160キロを出すことも可能とも言われます。パワー型の常広とコントロール型の下村といったところでしょうか。岡田監督は、上背はそんなにないですけどキレがいいね。今年村上頌樹がブレイクしたんですけど、ちょっと似たタイプで、とにかくカットボールがえぐいと聞いてますねと、今年ブレイクした村上を例に出し評価していました。本人も村上投手のように一軍で活躍できるようにしたいと語っており、まさに村上2世として成長してほしいです。阪神の意表をついた指名はお家芸で、その昔は的場寛一、近本浩二、大山雄介が有名です。ドラフト2位、椎葉剛。2002年3月18日生まれ、来年22歳、右投げ右打ちの投手。島原中央高校時代は捕手で完全に無名の選手でした。高校卒業後はミキハウスへ入社。捕手時代の強肩を生かし投手に転向しますが、なかなか思ったような投球ができず、ミキハウスを退社。ラストチャンスにかけていたという2023年に四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスにトライアウトを経て入団しました。入団後は徹底的にウェイトトレーニングを行い、入団時最速148キロだった球速が最速159キロにまで成長します。徳島インディゴソックスで39回を投げ、防御率 2.31、 球種はスライダー、フォーク、カーブ。特筆すべきなのは3分の2以上をストレートが占め、その上で奪三振率が 11.77 である点です。非常にストレートが強く、映像を見てもまさに藤川球児を彷彿させるストレートを投げ込んでいるのがわかります。この強いストレートがあるために他の球種に打者がついていけていない印象です。またソフトバンク3軍との試合で計4試合7回を投げ、奪三振は11個、
被安打もわずか1本と好投しています。しかし弱点としては制球力に難があり、与四球率 6.46 と非常にコントロールが悪いと言えます。徳島インディゴソックスでは主に中継ぎを任せられており、阪神でも同様の起用法になっていくかと思われます。阪神入団後はしっかりコントロールを磨き、阪神の数少ない右の中継ぎ投手のワンピースとして、これからどこまで伸びてくれるのか期待を持たせる選手です。ドラフト3位、山田修也。2005年8月20日生まれ、来年19歳、右投げ右打ちの内野手。小学生の頃から U12 の代表選手に選出されるなど輝かしい経歴を持つ選手です。仙台育英高校1年次からレギュラーを勝ち取り、主にショートを守ることになります。2年夏には甲子園優勝を経験。その後主将を任され、臨んだ最後の夏の大会はチームを準優勝に導いています。また U18 の日本代表にも選出されています。バッティングに派手さはなく、2022年公式戦での通算打率は2割8分3厘と高くはありませんが、広角に打ち分ける堅実なバットコントロールやフォアボールを選び、4割近い出塁率を残しています。また最大の特徴は広い守備範囲を誇る守備力です。軽快な動きで難しいショートゴロも難なくさばき、また投手として144キロを計測するほどの強肩から放たれるスローイングは鋭く、甲子園でも何度も圧倒的な守備力でチームを救ってきました。まさにプロ顔負けと言っても過言ではない守備を見せてくれます。ドラフト前のスカウト陣からの評価も、野球センスは高校生としては頭一つ抜けているという評価も多く見られました。さらに足も速く、まさに走攻守が揃った高校生内野手です。今年阪神では山本、北条などの内野手が戦力外となりました。山田はサードを守っていたこともあるようですが、阪神入団後はまずはショートとして成長して、木浪の後釜として活躍することを願っています。ドラフト4位、百崎葵。2005年9月11日生まれ、来年19歳の右投げ右打ち内野手。高校は東海大相模に進学し、1年秋からレギュラーの座をつかみましたが、チームカラーに馴染めず退学。故郷の東海大熊本星翔高校に転入した経歴を持つ苦労人。東海大熊本星翔高校では高校野球の規定で3年生になってからの公式戦の出場。3年夏予選では打率3割8分9厘で1本塁打と活躍し、甲子園出場を果たしています。甲子園でも4打数2安打と活躍しましたが、残念ながら1回戦敗退。ドラフト3位の山田と同じショートを守ることが多い百崎ですが、山田が縦の選手であれば、百崎はまさに矛のような選手です。百崎は遠投105メートルを記録する強肩で、50メートル走は 5.8 秒と走攻守揃っていることはもちろん、身長178センチ、体重74キロと決して大柄ではないものの、高校通算本塁打は39本とパンチ力があり、百崎自身も自分の持ち味は打撃ですと明言しています。さらにコンタクト能力も高く、広角に打つことも可能です。公式戦には10球団ものスカウト陣が試合を観戦しに来たこともあり、打撃力がある、走塁技術も高いと評価されています。阪神入団後は、ショートには山田、先輩には小畑など守備力が高い同期や先輩がいるため、コンバートを視野に入れることで、将来の長距離砲として期待できる選手になると予想します。なお、東海大相模時代、2個上の先輩である石田隼人は、2021年ドラフト4位で巨人に入団しています。対戦が楽しみですね。ドラフト5位、石黒裕也。2001年6月20日生まれ、来年23歳となる180センチの本格派右腕投手。中学時代は軟式野球部に所属していましたが、進学先の成城高校では硬式野球部に所属し、1年の春からベンチ入り、2年の秋にはエースとしてチームを牽引してきました。
しかし甲子園には出場はかなわず、高校卒業後に JR 西日本に就職し、社会人野球へと活躍の場を移します。就職後、ドラフト解禁となる高卒3年目の2022年にプロ志望届を提出しますが、指名漏れ。それでもカットボールを中心に変化球に磨きをかけ、2023年はチームの主戦力として躍動し始め、成績が向上していきます。球種はマックス152キロの力強いストレートと、スライダー、カットボール、カーブ、フォーク。最近10試合では計55回を投げ、防御率 1.31 と高騰しています。最大の武器はカットボールを軸に三振を奪うことができ、奪三振率は 8.35 と高い水準を保っています。制球力としても外角への制球力は目を見張るものがあり、予視球率は 2.00 台半ばと、コントロールの良さも持ち合わせており、安定して試合を作ってくれる投手です。阪神では村上に近い投手ではないでしょうか。 JR 西日本では中継ぎ経験もありますが、主に先発を託されており、阪神入団後も先発要員として期待されていると思われます。実は JR 西日本出身の阪神の選手はほとんどいません。また石黒は社会人投手ながら来年23歳とまだまだ若い選手。社会人野球で養った経験を生かし、即戦力として活躍してほしいです。ドラフト6位、津田淳也。2001年8月27日生まれ、来年23歳となる右投げ右打ちの投手。高田商業高校に進学、2年秋より投手陣の中心として活躍し、3年夏に準優勝にチームを導きます。しかし目立った活躍はなく、高校卒業後は大阪経済大学への進学を選択します。大学進学後も目立った存在ではなく、マックス134キロと力不足を否めない球速。しかしストレートで押すピッチングに憧れ、ウェイトトレーニングを開始。その成果もあって体重は10キロ増加、それに伴い球速は伸び、変化球のキレも増し、三振を量産し始めたことで、今回スカウトの目に留まることとなりました。津田はマックス152キロのストレートを軸として、鋭く曲がるスライダー、カットボール、フォークなど多彩な変化球を操り、ストレートでどんどん押していく投手です。大学4年秋では6試合49回に登板し、4完投3完封を含む5勝1敗、防御率 1.29 と最優秀防御率に輝いています。制球力としても低めに変化球を集めることができており、予視球率も 2.53 と高水準。コントロールは悪くなく、津田も他のドラフト指名された投手同様、安定したピッチングで試合を作れるでしょう。投球フォームは違えど、岡留に近い投球スタイルと思われます。阪神入団後は、まずは石黒同様、先発要員として検討されるでしょうが、制球力があるため、中継ぎや先発、どちらでも対応できそうです。2023阪神ドラフトまとめ。今年のドラフトでは、右投手4名、素材型の右打者の内野手2名を獲得し、ある意味極端なドラフト指名となりました。岡田監督は今回のドラフトについて、100点でええよと大満足のドラフトでした。実際投手では現状22歳以下の右投手が3人しかいない状況を、今回のドラフトで大学、社会人、独立リーグと様々な経験を積んだ選手で埋めることができたのは非常に良かった点ではないでしょうか。野手では20歳から27歳までの右打ち内野手が一切在籍していなかったため、まだまだ素材型とはいえ、こちらも穴が開いてしまった内野手を埋めることができたのではないでしょうか。全体的には明確に補強ポイントを埋めることができ、さらに投手に限ってはすぐに使える可能性を秘めた選手を指名できており、将来的に盤石な指名内容だったと思いました。皆さんは阪神のドラフト指名をどう思いますか？ご意見や期待することがありましたら、コメント欄に書き込んでくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。